ナンバーアンダーラインアイのラジオ出演が話題沸騰。ファン必見。i l y 誕生秘話メンバーの素顔、フライデーミュージックパズル、ナンバーアンダーラインアイがラジオで語る。楽曲への熱い思いとメンバー間の絆。ラジオは、その特性からリスナーとアーティストを直接的に結びつけるメディアとして、特に音楽ファンにとっては貴重な存在です。顔を見せることなく、 声や音楽だけでその人の感情やメッセージを伝えることができる。最近放送された「フライデー・ミュージック・パズル」の回では、ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーが登場し、その力を最大限に発揮しました。多くのリスナーが感動し、興奮し、何よりも心が温かくなったと SNS 上でシェアされているのが印象的でした。リスナーの一人としてその放送を耳にしたとき、 私は改めて音楽と声が持つ魔法のような力に驚かされました。リスナーの間では、ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つ独特のキャラクターが、言葉の一つ一つや曲紹介を通じてしっかりと伝わってきたと感じられていました。たとえ顔を見せなくても、彼らの声だけで笑顔になれる、という意見が多く、これこそがラジオというメディアの醍醐ご味だと思います。この放送では、 特に贅沢な構成がリスナーに提供されていました。それぞれのソロ曲が流されるだけでなく、アルバムの制作秘話や楽曲に込められた思いなどが深く掘り下げられ、リスナーにとっては非常に濃密な1時間となりました。番組終了後、SNS 上ではその感想が飛び交い、多くのリスナーが感動と興奮の声を寄せていました。特に最後に流れた I.L.Y. という曲は、 ファンにとってもメンバーにとっても特別な意味を持つ楽曲であり、ナンバーアンダーライン愛がファンに向けて送る愛情が深く込められていることが再確認されました。このような放送は、単に音楽を紹介するだけではなく、アーティストとリスナーの絆をさらに強固なものにする重要な機会となっています。リスナーが SNS に感想を投稿する際、ほとんどの人が共通して口にしていたのが、顔は見えなくても、 声だけで十分に心が通じ合えるということです。これには私自身も深く共感します。音楽やラジオのように、言葉や音だけで感情を共有できるメディアは、特にこのデジタル時代においても非常に価値が高いと感じます。リスナーの感想の中には、午前中から幸せすぎた、笑顔になれた、という声が多くあり、これこそがアーティストがリスナーに提供できる最大の贈り物ではないでしょうか。また この放送で特筆すべき点は、ナンバーアンダーライン愛の3人それぞれが持つ個性が非常に際立っていたことです。リスナーたちは、彼らの楽曲紹介やトークの中で、それぞれのメンバーのキャラクターを感じ取ることができました。平野さんの曲紹介に感じた手応えや、神宮寺さんのイケボイケメンボイス、岸さんのリーダーシップながらも時折いじられる姿など、リスナーたちは一つ一つの場面を通して、 メンバーの人間味や親しみやすさを強く感じました。これにより、ただ楽曲を楽しむだけでなく、アーティストのパーソナリティに深く共感し、より近くに感じられたのではないでしょうか。この放送を聞いていて、リスナーの感想にあるように、半年ごとに出演してほしいという声が上がるのも当然だと感じました。ラジオの特性上、顔を見ることはできませんが、それでも十分にリスナーとの距離感を縮めることができるという点で、 ナンバーアンダーラインアイのようなキャラクター性豊かなグループにとっては、非常に相性の良いメディアであることが改めて証明されたと言えるでしょう。実際にこの放送を聞いてみて、私は個人的にも非常に心温まる体験をしました。普段ライブやテレビ出演を通じてしかアーティストに触れる機会がなかったのですが、ラジオという形式を通じて、よりプライベートで親しみやすい一面を見ることができたと感じましたまた。 メンバーそれぞれのソロ曲が流れた際には、その曲に込められた思いや、彼らがどのようにしてその曲を完成させたのかというバックストーリーが想像できて、より深い感動を覚えました。このように、ラジオはアーティストにとってもリスナーにとっても非常に特別な媒体であり、ナンンバーアンダーアダインアイのメンバーが今後もこのような形でファンと交流を続けてくれることを期待しています。そして、 何よりも彼らの楽曲が今後も多くの人々に愛され続けることを願ってやみません。また、この放送がリスナーにとってどれほど貴重な時間だったかを考えると、ファンとしては、また半年後と言わず、もっと頻繁にこのような放送が行われることを望む声が増えていくことでしょう。彼らのトークや楽曲は、ファンにとってまさに癒しであり、活力の源でもあるのです。一方で、 リスナーにとってての楽ししみ方も多様化していますラジオをリアルタイムで聞くだけでなく、後からアーカイブを再生したり、SNS で他のファンと感想を共有したりと、今やラジオの楽しみ方は幅広くなっています。特に、今回のような特別な放送回では、その感想が瞬く間に拡散され、SNS 上で盛り上がりを見せました。こうしたファン同士のコミュニケーションが、さらにアーティストとの距離を縮め、 より強いい絆を築く要素となっているのですこうした現象を見るとラジオという古いメディアが実は今なお進化し続けていることに気づかされます技術の進化に伴いラジオのリスニング方法も変化していますがその根底にある声でつながるというシンプルな魅力は変わりませんリスナーたちはリアルタイムで聴く楽しさを感じる一方で自分のペースで後から楽しむこともできる これにより、ラジオのリスナー層はさらに広がり、特に若い世代にもラジオが再評価される兆しが見えてきています。今回のナンバーアンダーラインアイの放送は、その象徴的な例であり、彼らの楽曲とトークがいかに多くの人々に喜びと感動を与えているかが明確に示されました。リスナーの一人として、このような貴重な時間を過ごせたことに感謝し、今後も彼らの音楽活動を楽しみにしています。 ラジオという特別な媒体を通じて、アーティストとリスナーがさらに深くつながり続けることを、これからも期待してやみません。さらに考察を進めると、ラジオというメディアは、その持つ親密さやリアルタイム性により、リスナーとの関係を深める力を持っています。特にアーティストにとっては、ファンとの距離を縮めるための非常に効果的な手段となります。テレビやインターネットの映像コンテンツでは得られない、声だけの魅力が、 リスナーの想像力を刺激し、より深い共感を生むのです。今回のナンバーアンダーライン愛の出演もその一例であり、彼らの声や言葉がリスナーの心に直接届いたことで、感動や喜びがより一層強く感じられました。このような体験は、リスナーにとっての特別な瞬間となり、単なる音楽鑑賞の枠を超えた感情的な結びつきを生むのです。ラジオが持つ魔法の一つは、 他のメディアでは感じることが難しい、距離感の近さを提供する点にあります。アーティストがリスナーに向けて直接語りかけることで、まるで個人的な会話をしているかのような感覚を与えることができるのです。ナンバーアンダーライン愛の3人がそれぞれの個性を活かしながらトークを繰り広げた今回の放送では、特にその効果が顕著に表れていました。リスナーの感想を見ると、声だけでこんなにも感動できるとは思わなかった。 普段のライブとはまた違う、親しみやすい一面を見れた、という意見が数多く寄せられており、これはラジオならではの魅力が存分に発揮された結果といえるでしょう。また、彼らの音楽だけでなく、遠くからも彼らの人間性や考え方が伝わってくるという点が、ファンにとっては大きな喜びの一つであり、アーティストとリスナーの距離感を縮める要因となっています。この放送で特に印象的だったのは、 彼らのトーククにおけるリラックスした雰囲気です通常、テレビやライブでは多くの制約があるため、パフォーマンスやトークに一定の緊張感が伴うことがありますが、ラジオではより自然体でいられるため、アーティスト自身の素顔がより強く現れることが多いです。今回の放送でも、メンバーたちの自然なやりとりや、時折見せるユーモア、そして真剣な一面がバランスよく引き出されており、 それがリスナーにとって特別な体験となりました。